ボンの人がお腹はキュッて締まってると、うん、あ、かっこいいなって思います。別に胸だけじゃなくてみんな言うて尻も好きみたいなところはあります。綺麗な膨らみみたいなの方がいいなとは思うけど、自分はキュッとしてたい。小さい、小さいがいい。Hey guys and girls on Ask Japanese, it's Kathy Cat. This time we're gonna go and ask Japanese people about the three sizes. Breasts, waist, butt. Which one do they think is the most important? What do they think about it? And what is the most popular or most important here in Japan? We want to know, we want to find out. So don't forget, hit the notification bell if you have subscribed and also give us a big like before we move on. This time we're gonna go and ask Japanese about the importance of the three sizes. So let's go and ask Japanese. いやでもウエストも大事だな。なんかボンで、ボンの人がお腹はキュッて締まってると、はい、あ、かっこいいなって思います。あ、じゃ あ, あの胸がちゃんとあって、でも他のは全部細ければ、うん、足とかもなんかシュッと、そうスラッとしてたらかっこいいなって思います。これ一番難しいパターンじゃないですか。そうなんですよね、アニメもアニメ。あ、ってことはもしかしてあのそういう理想のイメージは芸能人、タレント、モデルから理想が来てるんですか？うん、やっぱりインスタとかで芸能人ってなんか足長いのとか乗っけるじゃないですか。そういうの見て一般人は憧れるんだと思います。変わるアプリがあるんですけど、こっちの辺も大きくなるようなアプリまだないですよね。まだないですね。新しいマーケットで思いついたかもしれない。よろしくお願いします。グラビアの仕事やったりとか、なんか結構そういうことしたんで、例えばグラビアの仕事してて、日本でやっぱり男性はここをフォーカスするとかなんかあるんですか？おっぱいかな。おっぱい、巨乳、巨乳。日本は圧倒的にそうだと思いますね。でもなんか別に胸だけじゃなくてみんな言うて尻も好きみたいなところはあります。なんだろう、それこそなんか有名なグラビアアイドルさんでもう巨尻を売りにしてめっちゃブレイクした人とかもいるので、やっぱお尻好きっていう層もまあいるっちゃいます。あ、いるっちゃいるんだ。私は胸がないのでちょっとお尻を頑張って鍛えてるんで、そっち方面で頑張らなきゃちょっと売れないから頑張りたい。どうやってお尻鍛えてるんですか？私はもう筋トレ、スクワットとか、あとはこうなんか寝っ転がって足を上に上げるやつとかをなんか15分くらい寝る前にしたりとか。っていうかなんか運動はしてます。なんかランニングに行ったりとか。どっちかっていうとなんか体型が全然違くて、多分彼女はちょっと引き締まった系の体で、であんまり胸も豊満なタイプじゃないので、なんていうかお尻がちょっと丸く大きくてみたいなスタイルなんですけど、私どっちかっていうと全体的に肉つく感じで胸もそこそこあるんで、ムチムチっとした感じ残しときたいなっていうので、あんまり筋トレとかしてない。まあしたとしても別にそんな変わると思わないんですけど、どうせムチムチだと思うけど。面白い。やっぱり一般人が思う人気があると、その実際そこで働いて知ってる知識が全然違うって今思いました。なんかむしろ逆にどういうのが日本だとウケるって思ってました。やっぱ周りみんな言うのはもうガリ痩せとか胸があってポンキュキュとかで、日本人の方も別にガリガリの人好むってなかなかあんまりないかも。どっちかっていうとちょっとふわっとしてる人の方が好きみたいな人多いかも。女性は多分でもそうシュッとしてる人が好きだと思います。あ、自分には厳しい感じ。そうか、私も痩せてる人がすごい好きです、女の子は。けど男性とはなんかやっぱ違うよね、好みが。じゃあちょっと肉あっても OK。 男性はそういう感じ。準備はいいですか？日本の女性から一番魅力する体のパーツは？でもお尻が綺麗な人の方が分かる、分かる、いいなって思います、うん、なんかジーンズ履いた時にすごい綺麗なの、うん、あ、めっちゃいいなあの人のスタイルって思って眺めちゃう時ある、うん、他の外国人の女性のお尻見えたりしますか？外国人の人はなんかあんまりなんか好きに履いてる人そこまでいない、私が見た限り、うん、なんか短パン履いてるイメージが多いから、だからあんまり外国人の人には見ないので、どんな感じかちょっと見てみたいというのもあるよね。日本で丸いお尻、それとも小さいお尻、どっちの方が流行ってるんですか？
小さい方が今は流行ってると思います、日本人の体型的に。じゃあなるべく痩せてそこまでした方がいいってことですかね。でもあんまり痩せすぎてもなんかね病弱っぽいよね。すごい、あんまり個人的に好きじゃないかな。なんか自分は小さいキュッとしたお尻でありたいけど、でも外国人の体型を見るとしたらなんかお尻が引き締まっててふっくらしてるっていうか、綺麗な膨らみみたいなの方がいいなとは思うけど、自分はキュッとしてたい。小さい小さいがいいみたいな。はい、じゃあそれで全ての質問でした。ありがとうございます。Foreign girls that come to Japan generally have these three issues when they come to this country. Number one is that many foreign girls can't fit the bras. Many of the Japanese bras are way too small for foreign girls who come, especially the very chesty ones, and they can't find bras that fit them. So generally what girls have to do is either order them in from abroad or go to foreign stores, so like brands that they know from their own country, to find their own sizes. Generally many Japanese bras also have a lot of padding, like a lot of padding I found, to, you know, help with that body type look attractive and cute. I must say Japanese bras are absolutely adorable. They have like loads of frills and loads of little layers and everything to help with their body type, make them look cute, but it doesn't fit the very busty girls when they come to Japan. Number two, trousers are a big issue for curvy girls. While Japanese girls tend to have skinny legs, curvy girls can't fit into the trousers, which means me and some of my friends, we have a real hard time finding trousers that fit our type, because the curve means you want to have it tight at the waist, but then some give around the curve, right? But if it's just tight here and tight there and then tight down there, you just can't get in and out. Going trouser shopping is my nightmare. That's why I don't own any, or barely any. So that is a big issue in Japan. Again, you might have to go to Western stores to buy trousers that fit you, because the curves aren't as predominant here as they are in other countries. Nature. One size fits all is often a thing in many stores, which means of one item, there will always be only be one size available, and that size does not fit all, because generally that size just fits the generic body type, but not the curvy girls. Again, one of my friends, even though she's German and she's fairly skinny, she doesn't fit most of the Japanese clothes. They don't work on her body type. Again, the reason for all of this is we have a lot of different body types abroad, while in Japan there are less of these different body types, which means it's easier to make a one size fit all, but for all those different body types, it doesn't fit all. So that's a common problem when girls want to go shopping in Japan. But yeah, I hope you have... What are your problems with the three sizes? Which is the most important of the three sizes to you? Let us know in the comments down below. Also be nice to each other. And don't forget, subscribe, hit the notification bell, and give us a big like on the way out. This was Kathy Cat on Ash Japanese, and I hope I catch you soon for more videos here coming from Japan straight out to you. Catch you soon. Bye!